GSC03089 から00929またはトレースマイナス3はヘルクレス座の12等級の構成である。G 型主系列星だが太陽よりは若干冷たく小さい。外野計画で観測された年収視差によると太陽系から約760光年の位置にある。GSC03089 から00929の周りには 惑星が一つ発見されている。この惑星が主星の全面を通過することで現行するため、2015年に惑星通過による変更星として登録された。ヘルクレス・ザ・ V1434 星というアルゲランダー、気泡による変更防止名も付与されている。2007年、大西洋両岸系外惑星サーベイの トランジット法による観測で、木星の1.3倍の大きさを持つ、太陽系外惑星トレースマイナス 3B が、発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する、IAU100NM ExeWorlds Project において、GSC03089 から00929、成系は、 リヒテンシュタイン広告に割り当てられる、系外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、リヒテンシュタイン国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が、承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から、 最終結果が公表され、GSC03089 から00929は、ピッポルト、HD149143B は、アンボアッサと命名された。これらは共に、リヒテンシュタインに生息する昆虫の現地名に、由来している。ピッポルトは、トリーゼンベルク地方の方言で鮮やかで目立つ蝶で、恒星の性質を暗示している。 アンボアッサは、南リフテンシュタイン地方の方言では、小さくかろうじて見えるアリで、惑星の性質を暗示している。ありがとうございます。